皆様こんにちは。今日は水虫です。水虫ってよくなんか菌とかウイルスでなんか足に水虫、あとなんかこう蒸れちゃったりとかなんかそういうイメージがとてもあるんですけど、まあ、多分それもあるとは思うんですけど、やっぱり血流が悪いのが結構その、まあ、リンパ的に言うとそのリンパの流れが悪いのが結局血の巡りも悪い、まあ、隣に隣接してますのでね、リンパとその血管とかで、そのこれをやるとね、結構こうかなりこう良くなった方が、まあ、多いので、もう病院に行かなくなったとかね。はい。で、ちょっとね、それをね、一緒にね、やってみたいと思います。ぜひね、簡単で、本当にもうそれをやるだけっていう簡単なものなので、ぜひ一緒にやりましょう。それでは、ジュワッ！それではやっていきたいと思います。足の、この皆さんね、水虫って例えばね、この辺にできてると思うんですよ。多分この辺ですね、多分この辺にできてると思うので、で小指の間とか例えばね、でなんかああいう靴下やったらね良くなったっていう方もいらっしゃるんですけど、これやるといいんですよ。ここのこのラインこの指がある、この下のライン、この下のラインですね。ここにあるこのライン。このラインを下に押す。こういう風に下に押すんですよ。こういう風に。こう下に押す。で、その痛いなと思うところはやっぱり結構たくさんやる。うん。これですね。下に押す。下に。じゃあ一緒にやっていきましょう。で、この小指の下とかね。1,2 まあこっち向きでもいいですけど、下向きの方がいいと思いますけど、ここがね硬くて凝っちゃってるんですよ、きっと。でここが硬くて凝っちゃうと血の巡り悪くなっちゃうので、ほぐしていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 次この一本一本やってもいいですけどね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4 今度は薬指 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 次中指 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 次は人差し指 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、この辺のところもね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、ね、ここ全体持って、ここの全体持って、こうなんかこうやってもいいしね、こう揺らすみたいな、ここ押さえて揺らすみたいな感じ、こう押さえて揺らすみたいな感じで、とにかくなんかここをほぐす、ここをとにかくもうこうほぐしちゃう。でこれがなんか柔らかくなると、やっぱりね水虫ね、結構ね良くなってると思うんですよ。ちょっと今ご自分がね、もし水虫だったり、あとここ凝っちゃう、なんか凝ってる人いるんですよ。硬い、ここがね、ここが硬い人いるんですよ。でそれはまあこうほぐして左右で見てみて、でちょっとこっちも痛いなとかだったら、今度反対もねやっていきましょうか。でこのここの部分ですね、ここの部分、この部分が硬いとやっぱりね良くないので、でほぐしていきます。はい、まず小指の下から 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 次の中指ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
三四五六七八九十。次人差し指ですね。一二三四五六七八九十。で次はこの親指のとこですね。この親指はちょっと広いのでこの間とかこの親指の下とかもね。でその自分でやってみて痛いところはやっぱりちょっとこうリンパとかこのなんていうのかな凝っちゃってる部分なの でそれはやっぱりこうほぐすのは大事だと思いますね。ここでもいいんでねこうほぐしちゃう、ここをねちょっとこう揉んでもいいしほぐしちゃう、ここのところですね。でそれをやってまあこういうふうにやってもいいけどね、もうこうやって押しちゃう、とにかく押す、とにかく揉む、とにかくほぐす、だからもう本当に親指2本でこう押していく、こうとにかくもう押してほぐすみたいな感じ、もうとにかくここは凝らせない、硬くしない、もうとにかくもう柔らかくするっていうこと。で、このこっちですね。こっちもとにかく柔らかく。で、自分がまあどれだけ硬いかっていうのはまずね確認してられるとすごくいいんじゃないかなと思うんですけど、なんか自分あなんかさっきより柔らかくなったなと思ったらね、こうやってぜひねもみもみマッサージしてこのこうやってやってもいいんでね、とにかくここを凝らせないってことですね。ここを凝らさない、硬くしない、ぜひねやってみてください。ナナちゃんを紹介します。ナナちゃんです。ナナちゃんナナちゃん、はいはいはい、みんなにバイバイって、ななちゃんバイバイね。皆さんも元気でね、頑張ってね、バイバイ。バイバイねー。バイバイ。ななちゃん、でんちゃんは？でんちゃん。バイバイ。でんちゃん。あれ？でんちゃんどこ行った？でんちゃん。バイバイ。ね、バイバイね。うん、バイバイ。サインなら、はい、バイバイ。ななちゃん、はい、バイバイ。